はい、中年オタッキーです。今日の動画は、このね、ニコン D100、ニコン D100 をね、紹介する、まあ、考えながら、紹介していく動画にしたいと思うんですけど、まずちょっとね、先にお知らせしたいことが、最近そのプロカメラマンの、中田様に、ちょっと仲良くさせてもらってるんですけども、その中田さんがですね、メルカリマガジンで紹介されました。で、メルカリマガジンで紹介されましたし、中田さん自身も YouTube をね、動画アップ始めておられますので、そのリンクをね、両方ね、説明欄に貼っておきます。で、その中田様からですね、ちょっと二眼レフのお誘いがありまして、ちょっとこんなカメラね、まあ、ちょっと前も紹介しましたけど、お借りしました。これね、ヤシカフレックスって言ってね、かなり古いカメラになるんですけども、まあ、見てください、これね、実はね、この間骨董品屋さんからね、ミノルタフレックスも買ってきたんですけど、まあ、状態の差がね、もうね、この全てがね、滑らかに動くんですよね。もうね、そのプロの仕事がね、よくわかるっていうね。もうこれちょっとフィルム入ってるんで、今フィルム入ってて、今8枚目だと、あと4枚ぐらいで撮り切るんですけど、で、レンズがね、これがビューレンズって言って、これがテイクレンズって、二眼レフはこのレンズで被写体を見て、このレンズで撮影するっていう構造になってるんですけど、これただのヤシカフレックスじゃなくてね、このテイクレンズの方にね、テッサーの弾が入ってるらしいです。で、どんな絵が出るかね、非常に楽しみにしてるんですけども、ちょっと梅雨時で雨ばっかりということもあってね、なかなか撮影が進んでないんですけどね。まあこんな感じで、紹介したいことはもう一つ。ニコン F601 の、カメラプレゼントに、当選されました、ハンドルネームアジさんの、アジさんがその当選したそのカメラを送られてきたとか、そういう様子をですね、ブログにアップされております。で、このブログもね、結構面白いんで、これもね、説明欄に、リンクを貼っております。中田さんのね、その、メルカリマガジンの内容もね、すごいいい話で、すごい面白いですし、アジさんのブログもすごく楽しいんでね、リンクからね、見に行っていただければと思います。じゃあ、今日の動画これでスタートしていきます。このニコン D100 なんですけども、ニコンのデジタル一眼を詳しいことなら、まあ、3桁一眼ね、3桁シリーズとして、3桁っていうのは結構上位機種になってくるんですけども、この D100 が多分、3桁シリーズの一番最初になるんじゃないかな。で、この当時ね、そのニコンさんは確かに一眼デジタルのフルサイズっていうのは発表してないんですね。だから高級機もね、 APS-C サイズになるんです。で、まあ、使い勝手はね、やっぱ上位機種だけあってね、いろいろとね、よろしいんですよね。今ニコンさんのそのデジタル一眼の入門機 APS-C 機っていうのは、まあ大半がその4桁シリーズっていうのになっていくんですけど、4桁シリーズ、現在の4桁シリーズはね、AI ニッコールとかが使えなかったりとかね、結構制約があるんですけど、こいつはね、 AI ニッコール、マニュアルフォーカスの AI ニッコール、非 AI は使えないですけど、 AI ニッコールも使えたりしますし、まあちょっと古いですけどね、使い勝手っていうか、使いこなすその楽しみがあるカメラになります。で、その性能的にね、もう17年ぐらい前に発売されたカメラなんで、性能がしょぼいよ。まあね、確かにね、性能的にはかなり劣ってきていますが、十分ね、楽しんで撮影することが可能だと思いますし、画質もなかなかだと思います。センサーはね、今流行りの CMOS ではないんですね。
CCD センサーを採用しておりまして、ちょっと僕赤色がね見えないんでね、ちょっと皆さんに判断してもらうしかないんですけども、まあ僕的には綺麗に見えます。赤色綺麗に発色しているように見えます。で、とりあえず作例をねバシバシと最初に見ていただけますね。このニコン D100-600万画素の、デジタル一眼で撮った作例を見ていただきます。それではどうぞ。なかなかでしょこれね、いいと思います。で、感度がね、基本的に200から1600、増感とか減感とかちょっとやってないんで、まだやってないんですけど、200から1600、常用感度が200から1600までです。で、古いカメラなんでね、もう800以上は使い物になんねえかなとか思ってたんですけどね、意外や意外、高感度でもそこそこ映ります。で、長時間録音したら若干ざらつきが見られないこともないんですけど、感度1600でもね、使用に耐えれると思います。結構ね、その古いカメラって1600ぐらいしたらもうザラザラで使えないっていうカメラが多いと思う。これ CCD だからなのかな、僕が見た限りではね、結構ね、いい感じに出てますんで、とりあえずちょっとね、高感度、で日中撮影したものをちょっと紹介しますね。はい、ちょっとね、ツツジが咲いてたんで、ツツジをね、ISO 感度、200と1600で撮ってみましたけど、あと、新茶がね、緑の色が出ている、新茶がこう、収穫前の新茶があったんで、それ撮ってみましたけど、僕的にはね、その、赤緑色もなんで、赤も緑もダメなんで、皆さんどうですかね、これ、変わりあるように見えますけど、僕はねそんなに変わらないっていうか、ほぼ遜色ないと見えてるんですけどもね。で、一応拡大も、クローズアップしてみました。その筋のね、花の部分をクローズアップしてみました。それもご覧いただけますか。クローズアップ率を間違えて、1600の方をちょっと大きくクローズアップしてしまったんです。で、その1600の方のね、ノイズの発生を見てほしいんですけど、これノイズって特に出てないと思うんですね。クローズアップしすぎて、やっぱ600万画素なんでディテールがちょっとクローズアップしたら低くなってしまうんですけど、特にノイズは出てないと思います。それではね、ここからはね、こいつとね、戦わせます。無謀にも、これね、最近いろいろ出てくる EOS 5D の、マーク3 EOS 5D のマーク3と、ニコン D100、こんなね、古いカメラとね、 5D マーク3をね戦わせてどうするんだっていう話もあるでしょうけど、意外と前線しますよ。とりあえずちゃちゃっとご覧いただけますかね。はい、どうでしたか。これね、
この EOS 5D Mark III は最近中古でね10万円で買って10万7000円だったかなで買って、レンズも L レンズなんですね。でニコン D100 の方はっていうと、これヤフオクで即決価格がね4800、ちょっと高めだったんですけど、それでも4800円ボディで、レンズがね、あのカメラの北村のネット中古でね、カビが、小さいカビが1点あるジャンクレンズ、これ3000円で買いました。でこれだから8000円ぐらいなんですよね。10万、レンズこう L レンズだから7万で買ったから18万円ぐらいのやつと8000円ぐらいのカメラ、これ価格差17万ぐらいですか、17万の差に見えます。これ別にね、今回撮った写真ぐらいだったら別に D100 でいいやっていう話になると思うんですけどね。で一応ね、ディテールの差を、クローズアップして、あれなんて言うんだろう、ぬいぐるみっていうか、なんていうかな、よくわかんないけど、キャラクターの人形ですね、をクローズアップして、やってみます。それではご覧ください。はい、どうでした？特に感じられないですよね。全紙とかに伸ばすんだったらさすがに600万画素では無理と思いますけど、普通にね、そのカメラ楽しむ、まあ初中級者がその楽しむっていう面ではそんなに画質的にはね不満はないと思います。つまりこのカメラ十分おすすめできると思いますね。でまずい部分も一応あります。連続して記録するとね、ビジーになりますね。だから4枚ずつぐらいしか写真撮れません。だからバンバンね、写真撮ってるとね、アップアップになるんですね。それはもう古いカメラ仕方がない、1枚1枚撮ってくれっていうことですね。であとね、メディアですね、記録メディア、これはね一応ねこのサンワサプライのね、これカード変換器っていうのかな、これ CF カード、記録カードが CF カードで SD カードが使えないんで、このサンワサプライのね、カードを変換するやつを使ってます。で今これの中に入っているこれ SD カードですけど、これね安物のね、Wi-Fi のね、カード、これ PQI Air っていうのがね、今使ってます。で、東芝のフラッシュ Air も使ってみましたけど、どちらを使っても、僕の D100 では安定して Wi-Fi を出力することができなかったです。で、このカードを取り出して、でメディアスロットとかに突っ込んで電源を供給して携帯電話にね Wi-Fi で飛ばすことは可能です。だから東芝のフラッシュウェアとかこの PQI エアを買って、で一遍取り出して、そのこういうね、こういう機械にね、カードを挿しまして、でこういうのありますよね、携帯電話とか充電するやつね、これに挿すと電源が供給されて電波が出ますんで、こうやってちょっとめんどくさいですけど Wi-Fi 化しようと思ったらもうこういう手段しかないです、このカメラ。まあ僕の D100 だけかもしれないですけど、一応ね視聴者さん、が D100 でそのWi-Fi テストしてみたけど、やっぱりその似たような感じの話を聞いてます。でなんでだろうね、そのカードに供給する電源の力が弱いのか何かは分かんないんですけど、ちょっとその Wi-Fi を飛ばすのには力不足みたいです。だからこうやって外付けにして Wi-Fi を使いたい人はね、外付けにして使ってください。でこのカード変換器を使った場合、カードによってはね、相性が良くないのかなんか知らんけど、読み込みに時間がかかったりもします。一番いいのはやっぱりね、
こういったね CF カード、これトランセンドの CF カードですけど、こういう CF カードを使ってでパソコンに取り込むっていう使い方が一番硬いみたいですけども、まあどうにかこうにかねその Wi-Fi で使うこともできます。で今回の写真ね、全部ね、JPEG の取っ手出し、5D も含めて JPEG の取っ手出しで編集しました。でまあ僕は JPEG の取っ手出しにそのこだわる理由っていうのはやっぱりね、パソコンを持ってない人がどうなるかっていうねことを考えてるんで、まあ例えばその Wi-Fi するまでもなくね、こういうカードを使って SD カードを使って、で これマイクロ SD が入ってますけど、マイクロ SD カードを使えばWi-Fi がなくてもね、Android の携帯とかだったら携帯電話に取り込むことができるんですね。でこういうことを考えるとやっぱね、携帯電話でそのなんだっけ、ローはそのできないんでね、JPEG 取っ手出しにちょっとこだわってます。D100 のねそのコミュニティとかを見てみると、やっぱローでね取っていろんなことをした方が画質的にはやっぱ上回っていくっていう話を見ます。でまあでもパソコン持ってなかったらできないんでね、だから携帯電話に取り込んで、今回その EOS 5D の方、写真の方がね鮮やかだっていう人はね結構いると思うんですけど、 5D の方はこれねピクチャースタイルが入っちゃってるんですよ。でこれはもうそのまま撮ってます。だからニコンの D100 っていうのはそのピクチャースタイル、クリエイティブスタイルかな、ニコンっていうと、がないんで、携帯電話とかに取り込んで、携帯電話のね写真のアプリケーションで鮮やかさとかをね調整していただく形になると思うんですけども、まあ総じてみてね、このカメラ十分使えます、十分使えます。で1600の感度がありゃ、まあそこそこ暗いところでも撮れますし、ポップアップストロボついてるんでね、フィルムカメラ的にストロボを使って撮影すればね何の問題もなく使えます。だからお金がない人がねそのカメラが高いからねカメラを諦めるとか、そのスマホで我慢するとか、そういう前にねちょっとね1万円を切るような価格でね買えるそのニコンのねデジタル一眼レフがあるということをね知っていただきたいと。まあキヤノンもね以前もねそのキヤノンの EOS キスデジタル N を紹介した時にも同じようなことを言いましたが、もうお金がないから諦めるっていうのだけはちょっと避けてほしいです。ほんと楽しいですからね、とりあえずそのニコンとかキヤノンの、カメラでそのデジタルを買う進めるとフィルムカメラにもつながっていきますし、またフィルムカメラの方がずっと、もう一つ楽しいですよ。で写真のねその楽しさをどんどん知ってほしいんでね、こういう動画を作っております。で今回そのニコン D100、紹介しましたけど、チャンスがあったらねペンタックスとかねその辺のねデジタルカメラも入手できればねやっていこうとは思ってますので、またなかなかねその予算とかの問題もありますし、難しい面もありますけど期待していただけたらと思います。今日の動画はこんな感じなんですけどね、で今後なんですけどもいろいろねカメラがどんどん入ってでテストが間に合ってない状況なんですけど、まあこれねずっと欲しかったこれピッカリコニカですね、ようやく買いました。ジャーニーコニカに比べるとね露出系も安定してるみたいです。で3点ゾーンフォーカスかな、ゾーンフォーカスなんですけど絞りが F5.6 以上になるような状況では上焦点マークにしたらもう3メートル以上向こうはピント合わせ不要と、まあ、ぴっかり光ってますね。これ300円でした。すごくね安く買えるフィルムカメラでね結構ねもう綺麗な絵が撮れるんで、これもねそのうち動画にしていこうと思いますけど、まあコニカ C35 初代コニカ C35 ジャーニーコニカの動画を作ってます。レンズは大体一緒です。ジャーニーコニカの初代はアトムレンズって言ってね放射線が出てるなんだっけ酸化トリウムだったっけなんだっけを使ってるレンズですけど、こいつは放射線は出てないです。
で、まあ、それもそうですし、まあ、今、こう、一応写真撮ってますけど、ヤシカフレックスですね。中盤写真をね、いよいよやっていくことになりました。で、中盤写真のね、被写界深度とか、画質とかね、そういうのはね、まだ私全然理解してないんで、もしかしたら動画はね、後の方になっていくかもしれませんが、そのうち出てきます。他にもね、こんなカメラもね、仕入れました。これね、これワンテンって言うんですけどね、これがフィルムなんですね。このフィルムをホイッと詰めて、シャッター前で写真を撮るっていう、そういうカメラなんですけど、なんか一時ね、フィルムが入手できなくなってたみたいなんですけども、ロモグラフィーかどっかが、再販したということで、こいつもね、そのうちね、写真を撮って、どこで現像できるのかな、ちょっと、現像できるとこがわかんないんですけども、まあそんな感じでね、いろんなカメラを紹介していきます。今後ね、どんどん広がっていきますんでね。フィルムカメラがね、ちょっと絶滅寸前になっていってる現状でね、フィルムでね、なくさせないためにも、ちょっと頑張っておりますので、もしね、気になる方、初めて見てる方ね、気になる方、チャンネル登録、通していただければと思います。また、今日の動画ね、いいねと思ったら、いいねボタンを押してください。励みになりますんで。じゃあ、次回の動画、何にしようかな。フェンタックスの SP-135 に、なっていくのか、ヤシカハーフ17になっていくのか、まあわかんないんですけども、来週、そうですね、ヤシカハーフになっていくのかな、あとですね、こんなカメラも仕入れてます。これね、これもハーフカメラなんですけど、最近ね、ちょっとね、ハーフカメラ、を頑張ってやってます。これもハーフカメラですね。ペン E3。ハーフカメラ、フィルムね、半分で、写真を1枚撮るっていうんで、24枚撮りのフィルムで48枚撮れる。まあ、48枚、実際48枚以上撮れるんですけど、フィルム代が高くなっている時代に、このハーフカメラはいいんじゃないかということで、今ちょっと頑張って今やってます。そんなこんなでね、先月カメラ何台買ったんだろうな。5台、3台。16台買ったのか。6月ね、カメラを16台買ってます。全部禁煙です。こんなに買ってどうするんだって、もうそのうちね、カメラで身動き取れなくなるぞっていうことになるんですけど、まあ、そのカメラ、ある程度テストしたりして、供給できるものがあれば、誰かにあげたりするかもしれませんし、資金難も続いてますんで、ヤフーオークションとかにも出すかもしれないです。まあ、今日の動画は、以上でございます。次回の動画は、ヤシカハーフか、ペンタックスの SP-135 か、どちらかということになっていきます。また、それまでお楽しみに待っておいてください。今日は最後までね、見ていただきありがとうございました。また次の動画も期待して待ってください。それではまた。